キャドオペレーター、お役立ち情報チャンネル、キャドオペチャンネル。このチャンネルでは、次世代の技術者に向けて、スキルアップ情報、受注単価、スキル、転職スキルをお届けしています。お届けするのは、私、大ペで男の子3人を育て、25年間で3341人の技術者、キャドオペレーターさんを指導してきました。キャドインストラクターの建設のアナザーです。どうぞよろしくお願いいたします。いつもご視聴ありがとうを存じます。また、昨日からですね、 日間限定で募集しているこちら「感謝客花沢最後の8月短期集中レッスンゼロから最短で成功する次世代のキャドーオペレーター基本スキルマスター編」のお話です。これはですね私花沢として最後の皆様への感謝の気持ち企画とさせていただいています。そしてですねこんなご質問を受けました。お聞きたいのですがこちらは経験者向けになりますでしょうかというところです。 ご質問ありがとう存じます。えー、花澤のですね、このラストチャレンジの2ですね、基本操作マスター編の話ですね、この基本スキルマスターをするものというところなんですが、小学者とリスキニング用をイメージしています、えー。テーマはですね、ソフトの操作と図面の知識というところです。レビットですね、以前こう初めての,あのビム、建築ビームチャレンジですね、 やらせていただいていてそこでやったものをもう少しブラッシュアップしたものですね2024バージョンにしてありますそれを含めた短期集中型レッスンです第1章と Zoom、えー、シェア会のお勉強会ですねそれを持たせていただくことによって、えー、ただ、えー、ですね、初めての建築ビームのところもう1個ですねあのクエスト オートキャドのクエストに、あの初級クエストがあったかと思うんですが、あれはあくまでもですね、あの、皆様とのやりとりっていうのは、あの、オープンチャットだったりとか、スラックだったりとか、その中だけの話だったんですが、今回はそこにプラスですね、あの、o o m でセミナーをつけてみようというところになってございます。そしてですね、レビットでは検索ということをしませんが、えー、オートキャドの方では出されて、出していただいた課題に対して、えー ズームシェア会の時だったりとか、えー、添削をつけさせていただいて、もっとですね、ご自身の知識を高めていただくというところにさせていただこうと思っています。なので、えー、イメージ、まだですね、あの8月なので、スラックで行おうと思っています、えー。建築ビームとしてですね、こちらのところですね、ステップが、えー、17個までございます。で初めての,初期あのオートキャドのですね、 2D のものとしてですね、このステップ7までありますというところでやっていただくというところですね。この2つを1ヶ月の間にやってしまう。でそうするとどうしてもですね、迷ってしまうところが出てくるので、えー、Zoom のシェアワーク会というのをさせていただいて、そこで皆さんでですね、ご質問だったりとかご提出いただいたところのですね、こういうところをもう少し注意して書いた方がいいとか、そういった話をですね、させていただくというところになっています。なので、短期集中レッスン1ヶ月でやります。 ので、一ヶ月目、一番最初はですね、ズームでのライブセミナーというところで、あのガイダンスの話だったりとか、どういうふうに進んでいくのかという話。でこの2章から5章まで、えー、動画、e-learning がついています。で、4章、五章に関して、章はですね、ご自身で1から作っていただくので、サンプルファイルというのはございません。5章に関しては、その、課題をクリアしていただくので、それぞれに課題ファイルというものがございます。そちらをですね、ダウンロードしていただきながら、えー 問題を解いていくというところになってございます。書きの集中レッスンとして、この5章になっています。で本来ですと、2つのソフトというところと、あと、グループワークだったりとかですね、添削機能がついてますので、1ヶ月で15万でいただきたいんですが、今回ですね、この2日間のみというところ、6名ということでですね、募集をしました。昨日から募集、昨日、今日で募集しています。でこれをですね、15万5万円でというところで、 お伝えをさせていたただきましたお申し込みの締め切りは本日7月21日23時59分までホームですね、書いていただいて、えー、次の日22日の午前中までにご入金が確認できる方となります今ですね、えー、昨日から急に募集をかけたというところもありますがあと4名様枠だけ空いてございますもしよろしければご検討ください 概要欄にも貼ってありますが、もし、この QR コードの方からですね、読み取っていただいて、記入いただければと思います。ただし、7月の22日の午前中までに、この5万円の方ですね、銀行振り込みでご入金いただける方のみとなってございます。本当に必要な方に届くと嬉しいです。私のポリシーは、私の知恵と経験を活かし、あなたのスキルアップに全力でサポートをするというところです。 この6年でビームシム、建築ビームのあり方というのはとても変わってきたと思います。この情報をですね、今後も皆様にお伝えできるように頑張ってまいりたいと思っています。そして、ネクストステージとっていうところですね、8月からちょっといろいろ変わっていきます。なので、あの、お講座の説明っていうのは、あの、壊れたらするかもしれませんが、基本的にこちらからはしないというところにさせていただきたいかと思います。 皆様に感謝を込めて。花沢のラストチャレンジ、基本操作マスター編、ぜひ応援いただけると嬉しいです。花沢最後の8月短期集中レッスン、ゼロから最短で成功する次世代のキャドオペレーター、基本スキルマスター編。限定6人となってますが、あと4人というところになってございます。もしよろしければ、ぜひご参加ください。 本当に必要な方に届くと嬉しいです。我こそはと思っているあなたは、ぜひですね、ご質問いただいてもいいですし、ご参加いただけると一番嬉しいです。お申し込みの締め切りは、7月の21日の23時59分まで、まず、フォームの方をですね、入れていただく締め切りがこちらになります。その後ですね、あの、振り込みというところになるんですが、そのフォームの中にですね、あの、 自己規約とかですね、そういったのもありますので、ちゃんと見ていただいた上でですね、お申し込みいただきたいというところがあるので、ちょっと59分にまでにこっちに来てればというところなので、ちょっと難しいかもしれませんが、もし決断された方はお早めにお願いいたします。今回のことがですね、きっかけで新しいことにチャレンジされている方も出始めています。なので、素敵な仲間を募集中です。 うつうつしているあなたはですね、こちらに QR コードですね、今回の講習は受けたくないんだけどっていう方でも OK です。なんか質問がある方はですね、こちらの LINE の方ですね、ご登録いただければと思います。一緒に学んでみませんか不明点があれば、こちらの公式 LINE ットのチャットでお話しいただければと思います。あなたのご参加お待ちしています。最後まで動画を見てくださって本当にありがとうございます。最後に、受けに行きますよ。 じゃんけんぽん <laughs> まったねー